今日は7月13日でございます。朝の放送がねできなかったんでこの時間にお送りしております。まあ、実はですね、前々からお話していましたが、昨夜京都ですね、下津井の方に行ってきました。下津井というのはどこで何をするところか。これはですね、岡山県の倉敷市のあたりにある下津井という港なんですよね。でここではね、昔からタコの漁が盛んで、タコがむちゃくちゃ美味しいんですよ。あの軟体動物のタコがいますよね。で私は何を隠そう、タコが大好きでですね、もうお寿司屋さんに行っても必ずタコを食べるんですよね。で自分でもタコを持ってきてこうさばいてですね食べたりするんですけども、タコの天ぷらとか新幹線に乗るときに必ず食べるぐらい大好きなんですよ。っていう話を結構してましたら、じゃあ一緒にタコ食べましょうみたいな形で、今回ねご招待いただきまして、これはですね、私の速稼塾の塾生さんでいらっしゃって、もうお金も増やしてますよみたいな感じで本当ハッピーハッピーになっちゃった方なんですけども、その、まあ、お母さんがねまず私の動画を見てくださってて、で娘さんも動画を見てくださってですね、このお母さんと娘さんが2人でですね、招待してくれたんですよね。で私の、まあ、奥さんのね、まあ、ゆかちゃんも一緒に行って、で4人で本当に素晴らしい時間を過ごしていただきました。もちろんタコも素敵だったんですけども、タコのフルコースもね、なんか感動ものの一品一品がメインディッシュみたいなね、もうぜひねこの下津井のタコをこの放送を見てくださってる皆さんにね味わっていただきたいかなというぐらいなんですよ。でプラス、そのね、まあお母さんと娘さんにはお守りもいただきましてね、大切にさせていただきます。でお土産も結構いただいちゃってね、いただきっぱなしの1泊2日だったんですけども、そのタコのことなんですが、下津井港っていうのは日本でも有数のタコの産地でですね、タコ壺にタコをこううにょうにょしたのをね入れて本当に昔から栄えてたんですけども、最近はやっぱりね時代の流れなのか、タコの量も鳴りを潜めてですね、今は伝説として、下津井港っていうののタコが日本一だったんだよって話が、まあ、残ってるぐらいなんですよね。で下津井のこの歌もあるんですよ。下津井港はよっていうふうね、民謡の歌もあって、実は私下津井のその歌をねコンクールとか出て歌ったことがありまして、これは去年か一昨日のことなんですけど、一昨年のことなんですけども、そういう思い入れもあってタコをご招待いただいた、本当に感動だったなと思います。で今回ねナイト2000の方で、その下津井の方にね、その下津井って結構道が細いんですよ。細くて勾配もあってですね、どんな感じになるのかなという形で、私もナイト2000の試運転も兼ねてですね行ってみたんですけども、まあ狭い道あったりお腹をすったりとかねしながら、まあなんとか到着しました。で、下津井のそのまあ、ほのかさんっていうねすごく老舗の昭和43年から創業してるね、もう貴重なそういう職人さんのお店、こちらの方でご馳走になったわけなんですけども、まあナイト2000もね紆余曲折行きましたよ。ですごい燃費が悪いということに改めて気づかされまして、プラスですね途中雨が降ったんですけども、雨が漏るんですよね、ポツ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 と、ナイト2000の T バールーフって天井から持ってくるんですよ、サンルーフみたいなところからですね。まあ、それも承知の上でナイト2000をね今回、乗ってるんですけども、プラスですね、プラスエンジンルームの温度がすぐ上がるんですよね。ですから走行が40キロとか50キロとかで通常走行してると、街中を走ってるとすぐ温度が100度を超えてちょっとねどうしようもなくなっちゃうんで、日陰に入れて休憩しながらとかね行ってたわけなんですけども、ただね高速走行80キロから100キロの間で走ると空冷ってのはものすごくね効くんですよ。すごく温度ってのは今度100度を上回らないようなね80数度とか90数度とかで安定するんですよね。まあそういったことも今回いろいろ分かったかなと思います。そして最後にね1個ね、これはねどうしても皆さんにお伝えしたいことがあります。今回の動画のタイトルでもあるんですけども、 ETC カードです。当然ですけども私のナイト2000専用の ETC カードを作りました。でこれはね ETC カード協会とかなんとかっていうところに自己アフィリエイト、セルフバックを元に申し込んだんですよ。もちろん作るのには基本的には無料なんですけども、今回作ったカードってのは供託金を1万出してくださいって形なんですよ。入会して供託金を1万円出して、で大会した時にその1万円は返してくれますって形なんですよね。まあ、ですから預けてるだけなんですけども、そのカードをですねセルフバックで5000円もらえるんですよ。で今回私は ETC カードを作って1万円入金して5000円もらったんですけども、ここにちょっとね落とし穴があったんですよね。入会申し込みと同時にカードと同時にこういうふうな書類が届いたんですよ、3枚で。必ずお読みくださいっていうね書類があったんで必ず読んでみたんですよね。そうするとですね、この ETC カードなぜかね利用に手数料が毎月かかるんですよ。これひどくないですか。カード発行手数料864円、まあ、これはいいでしょう、我慢しましょう。カード年会手数料864円、まあこれもまあいいでしょう。次カード停止料、カードを何らかの事情で停止した場合は
1620円の罰金がかかるんですよね。で次なんですよ、次がないだろうこれはと思ったんですけども、事務手数料が毎月かかるんですよ。なんと 5% 利用金額の 5%。 まあ私はですね、この ETC カードを多分月に5万円から10万円の間で買う、使うと思うんですよね。例えば10万円使ったらいくらやって5000円事務手数料がかかるってことなんですよ。これずっとですよ。ということなんで私はね、この ETC カードを作って、分かったことがあります。セルフバックで作ったんだけども、これは完全に損なんで、 ETC カードのセルフバックはもうカードを作るだけだったらいいんですよ。カードを作るだけだったらいいんですけども、本気で利用するんだったらやめた方がいいですよ。この 5% がずっと取られるのって非常に大きなダメージですからね。100万円に対して5万円払わなくてもいい5万円が取られていくんですよ。ちょっとこれはないだろうと思いましたね。うん、これやってみて分かったんですよ。今回ね、 ETC カードの自己アフィリエイトは久しぶりだったんですけども、前回こういうのはなかった。で今回ね、申し込んだら熱心に電話がかかってきて、あ、もう書類送りましたみたいな感じですごい聞かれるんですよ。毎日の電話かかってきたんですよ。なんでこんなに営業熱心なのかなと思ったら、 5% の手数料をやっぱりね抜くためだったんですよね。抜くって言ったらね、いやらしい言い方になりますけども、うん、で私今回ね、今まで作った ETC カードはそんなものをね、手数料もカード発行手数料も年会費もないんですよ。ないのに今回セルフバックで作ったものに関しては、まあ、5000円の報酬がもらえるとはいえ、いろんな手数料がかかってね、やってられないなと思いました。ETC カードそんなのがあるんですよ。でここでね、一つ私はね、昔 ETC カードを広めるためのネットワークビジネスに誘われたことがあったんですよ。それが今回のこれなんですよね。実はそこでこう符合したんですよ。ああなるほどなと。ETC カードのネットワークビジネスに参加するときに、なんかね、1万円だか5万円だか、最初事務手数料がこれもいるんですよ。であとはカードを作らせた人からの手数料が毎月入ってきますよ、不労所得ですよっていう風な勧誘を受けたんですよ。でその時でも私は ETC カードで作るのタダだし、使うのタダだから手数料の取りようがないじゃんと思ってやめたんですけども、なんとですね、なんとこういうからくりがあったんですよね。カードのネットワーク、 ETC カードのネットワーク、いややめてよと。ネットワークじゃなくても ETC カードは無料で作ってもらえて、なんかクレジットカード作ったら ETC カードもついでに作りませんかとか言って、ついでに作っても手数料なんてかかんないんですよ、永遠に1円も。こういうのはね、なんだろうなと思っちゃいますよね。まあでもこっちを利用される方もいると思うんで、なんかそれぞれの事情があると思いますけども、私はですね、うん、1ヶ月は使いましょう。今月は使いましょう。これはね、今月は使って、もうそれでもう使いません。 ETC カード解約します。はい、福岡雨がじゃじゃ降り。本当ですか矢野さん、福岡じゃじゃ降り。広島はね、若干弱まってきたところで、じゃじゃ降りではなかったですね。で岡山にも今朝までいましたけども、岡山もねそんなに激しくなかったですね。はい、上村さん、今日も学びがありました本当に。セルフバッグに関しまして、 ETC カードは本当に使うんだったら作らない方がいいということでございますそういう風なねオチでございました。そして改めてなんですけども、昨日はね、下津井候補に、ご招待いただきましてありがとうございました。麦麦ふかくささん、メッセージありがとうございます。後ほどね、ふかくささんの動画も返信させていただきますんでね、よろしくお願いします。そうなんですよ、最近ね皆さん、最後にこれ今回の動画の最後なんですけど、マイアミにものすごく興味が湧いてきて、マイアミっていうのはフロリダ州にあるんですよ。それまで私のフロリダ、マイアミの印象としては、宇宙人とか UFO がねよく出る場所だっていう風に小学校の頃から聞かされてきた、まあ、UFO フラップっていうんですけどね、 UFO フラップっていうのはよく UFO が出るよっていう専門用語なんですよ。まあ、何の専門用語か分かりませんけども、 UFO 研究家の間の専門用語なんですよ。まあ、そこでマイアミのガルフブリーズっていう街には毎日のように UFO が来て、でエドワーズ・ウォルターっていうね、建設会社の社長のところに来て、彼と対話をしてるっていうね、そういうスペシャルがあったんですけども、その他にはイングベイ・マルムスティンっていうねギタリストがいるんですけど、超有名なギタリスト、ライジングフォースのね、そのイングベイが自宅をそこに構えているというね、そういう話も聞いてたんですよね。でフェラーリが10台ぐらい色違いのが庭にボーンと投げてあってみたいなことを中学生の頃に雑誌で見たんですけども、そういう印象しかなかったんですけども、そうだけじゃなかったんですよ。お金持ちの街、本当にこのフロリダとかマイアミは全然常識桁外れので、私はお金持ちが住んでるのかと思ったら、お金持ちが別荘にしてるんだって言うんですよね。でその別荘も豪邸なんですよ、ヨット付きの、なんか3億とか5億とか10億ぐらいしそうなヨットがついてて、5億から30億ぐらいの豪邸があって、それが別荘だって言うんですよ。もういかにね、世界が広いか、アメリカがすごいかとか、世界本当に広いなと思います。私もね、ちょっとね、なんですかね、
ビジネスで何かしたような気がしたのがちょっと恥ずかしいぐらいの思いで、またさらに精進しないといけないなという、形でございました。それでは今日はいろいろと申し上げましたけども、今日13日、7月13日のね、速稼塾の更新情報遅くてすいませんでした。あ、今コーチですか？さっき久保さんの動画見て僕もペイペイ入ります。あ、ペイペイ入った方がいいですよ、本当に。私もね、ちょっと動きが遅かったんですけども、今この放送を見てペイペイってのを知ってるけども入ってない方、これ絶対入った方がいいです。あと今日ファミリーマートに行って気づいたんですけども、ファミマペイってのもあるんですよね。ファミリーマートに行った時にお支払いをスマホでやるっていうような形のやつもファミマペイっていうのがあって、多分ねセブンイレブンのセブンペイっていうのもこの前ニュースになりましたけども、 ありますし、あらゆるね業界がなんかね ICO を作るみたいに独自の決済方法をもう作ってきてるんですよ。作ってないのは銀行だけみたいな感じじゃないですかね。なんか銀行ちょっと遅れてるところがありますね。なんかお金を扱うのにプロフェッショナルのはずなのに、銀行が副業を解禁しないと社員がやっていけないような状況だったりとかね、リストラをしないと生き残っていけないとかね、なんかちょっと我々の常識も大きく変わるところなのかなと思います。いろいろお話ししましたけども、今回の動画言いたいことは2つです。昨日はタコのフルコースありがとうございました。もう一つは ETC カードに気をつけろということでございました。では失礼します。また放送の方お楽しみにされてください。失礼します。